皆さんこんにちは、園田海役の三森すず子です。来る3月31日、4月の1日はミューズの、ファイナルライブですね。ファイナルですって。東京ドームですって。いやーすごいね。なんかもう考えただけで、いや考えらんないな。なんかねもう想像できないんですよ、自分じゃちょっとね。東京ドームで他の方のコンサートとか見に行ったことは何回かあるんですけど、客席にいてもものすごい広さじゃないですか。もう反対側の人とかもこんなですよ。そんな広いところで私たちミューズがファイナルを迎えることができる、なんてすごいことなんだろうと思っています。ファンのみんなが私たちをこう頑張れ頑張れファイトだよと応援してくれて、一歩一歩すごく大きな一歩をどん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 みんなでね、歩んできたんだなというのを改めて、感じます。泣いても笑ってもファイナルです。寂しいけど、でもなんかなんだろうね、私は桜の花が満開の時よりも桜の花がこう風でね散っていく時がやっぱり美しいなって思う、そういうタイプの人間です。なのでつまりそういうことです。伝わったかな。花がこう満開の時よりもちょっとこう散っていく時の方がこう美しさを感じてしまう、そんな日本人なので私は、なんでしょうね、こうミューズが今こう満開に咲かせた花をみんなでひらりひらりと美しく桜吹雪を起こして、素敵なファイナルにしたいなと思っています。なので皆さん、3月31日、4月1日は、どうかミューズのことを見守っていただきたいなと思います。そして見守るだけじゃなくて、ぜひ一緒に、ファイナルを楽しんでいただけたら私はとっても嬉しいです。ということで、ファイナルライブに向けて、私もこれからますます追い込んで頑張りたいと思います。それでは皆さん、東京ドームでお会いしましょう。三森すず子でした。